あなたが後手です。はい、初段の方よろしくお願いします。対局開始。さあ、相振り飛車と見えましたね。多分振り飛車で食うでしょう。なので私は左側のパンツを脱いでいきます。お相手の駒運びがめちゃくちゃ早いですね。ちょっと端歩ついてしまいました。間に合うかな。居飛車穴熊、間に合わせたい。間に合った。パンツば脱ぐ。ただまずい。ただまずいぞこれ。ちょっとまずいなですよね。そうきますよね。ちょっとまずいんですよねこれ。どうするかな。困ったな。角も使えないし。2分30秒。ちょっと嫌味な歩を、何かありそうな歩をしときます。放置された。取る。ほう、無視されました。叩きの歩、ちょっと叩く。これは放置できない。さすがに来るかな。引くと桂馬飛びましょう。で、飛車を転換して、ちょっと王手飛車ライン狙ってみるのも一興かな。いや、2分、飛車転換しましょう。そんな甘い手は多分引っかからないので。これはなんだ、取っても良さそう。取ってというか3六歩もありそうな気がするんですけど、どうなんでしょうか。わあ、3六歩。1分30秒。これどうされるんだろう。引く。これは王手竜があるけど、なんかすいません。竜をいただきました。申し訳ございません。さあ、これはですね、飛車浮きますか。飛車浮きますか。いやー、でもちょっと嫌なんですよね。まあ飛車浮きますか。金銀交換ですかね。おお、そこ。これは銀出たいですね。で、多分銀進出してくるんですよ。そしたら歩を打とうと思ってますが、さすがにちょっとまずいのか。怖いような気もするけど、ちょっと怖いか。あ、そっち取るんか。これはですね、金打ちからどうかなと思いますが、金打ちからどうかな。で、飛車打ちか。30秒。いやー、わからん。
やばい。そこは桂馬打ちがありますね。で、飛車打って、まあ、金をもらうか、詰ますか、みたいな。うん。さあさあさあ。中盤戦に差し掛かりましたが、もう相手はしっかり守ってくると。これ一応金打ちから詰めろを狙ってます。はい、ありがとうございました。やったー。うん、なんかお相手のミスに助けられましたね。はい、ありがとうございました。あなたが後手です。はい、2段の方よろしくお願いします。対局開始。さあ、嬉野流、ちょっと今日は他の戦法もやっていきたいと思います。僕得意戦法嬉野流なんですが、嬉野流でいきたいと思います。で、相手が棒銀で食うのか、棒銀で来ない。これは別にいいですね。打ってきたら金を寄ります。で、玉上がった後に金を取るっていう感じにしていきたいなと思っていたんですが、ちょっとまずいのかこれは。いや、許してくれた。これは一歩得して、ちょっとやりやすくなりましたかね。うん、相手はそちらから来ると。ちょっとですね、角を戻しておきますか。2分30秒。いやー、なんか嫌な感じですね。やりたいことができていない。ちょっと銀を出ます。これは飛車を転換して、まあ、角交換は OK、 角交換は OK で、まあ、角合わせて大丈夫ですね。まあ桂馬でいいよな。で、まあ、これ歩つけば銀を生かせるんで、大丈夫かなと、思ってます。で、銀進出していきましょうか。うん。角の頭が弱いので、そこを咎めていきたいかなと、思っております。うん。まあ、拠点はできましたけど、ただこっから難しいですね。ちょっと角の道を反らしておきましょう。これは桂馬飛んでくるってことじゃないの？違うの？違うんだね。1分30秒。こちらから動く手があまりないですね。どうするかな。ちょっと金でも寄っておきますか。これは一回歩ついておきましょう。それで、何かないのか。難しいな。難しいな。いやー、手が思いつかん。歩つく。1分。これどうされるかな。銀で取ってきたら歩を突いてどうかなと思うんですが、微妙じゃったか。微妙じゃったか。これは微妙でしたか。まあ馬でも作りましょう。これは銀が取れるぞ。
議員をもらいました。あとは時間切れに注意していきたいですね。時間切れだけは注意していきたい。そこだけですね。時間切れさえしなかったら勝てる気がします。叩きのふ、うん、ちょっと時間切れにならないようにしていきたい。30秒。でも大丈夫そうだな。大丈夫か本当に大丈夫かな。なんか急にまずい気がしてきた。怖い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 。時間がない。大丈夫かな。まだお相手に迫る手がなかなかないですね。取れる。あーでもなんとかなりそうですね。これはなんとかなりそうだ。よいしょ。さあどう来るか。力打っといて、時間稼いどいて、これ取れますね。うん。よし、これは詰んだ。危なかった。うん。なんか嬉野流っぽくない感じの進み方になりましたが、なんとかなりましたね。めちゃくちゃ考えている。おっと。あ、これは。はい、ありがとうございました。際どか将棋は良かったね。